チャールストンは、アメリカ海軍の防護巡洋艦。セントルイス級防護巡洋艦の一隻。艦名は、サウスカロライナ州チャールストンにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。チャールストンは1902年1月30日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港する。1904年1月23日に、H レッドによって、命名、浸水し。 1905年10月17日に、艦長ギャメロン・マクレー・ウィンズロー大佐の指揮下収益した。1920年7月17日に CA、CA-19 に艦種変更された。チャールストンは1906年の夏、国務長官のエディフルートを乗せ南アメリカの港に、対する親善訪問を行った。9月に、パナマで訪問団を下ろした後、オーバーホールのため、 西海岸に帰還した。1906年12月6日に、サンフランシスコを出港し、太平洋艦隊任務に従事するためメキシコのマグダレナ湾からブリティッシュコロンビア州のエスクワイメルトまで巡航。1908年6月10日まで訓練を呼び、艦隊演習を行った。その後、ピュージェットサウンド海軍交渉入りし、アジアステーションへの長期巡航の準備を行う。 1908年10月28日にピュージェット・サウンドを出港し、チャールストンは1910年9月11日まで極東での任務に就く。最初は太平洋艦隊第三戦隊の機関となり、その後アジア艦隊の機関となる。当機はフィリピンのカビテを拠点として活動し、艦隊は毎年夏に中国の沿岸に移動し、演習及び 中国各地の港、日本、満州、ロシアへの訪問を行い、アメリカ合衆国の極東に対する関心を示した。その後、チャールストーンは、ワシントン州ブレマートンに帰還し、1910年10月8日に、ピュージェットサウンド海軍交渉で退役した。1912年9月14日に、予備役状態に置かれたチャールストーンは、太平洋予備役艦隊に加わり、 1913年10月には太平洋予備役艦隊の司令官機関としてサンフランシスコへ巡航した。1912年から1916年初めまでピュージェットサウンド海軍交渉で新兵収容艦として泊まる。その後パナマ運河地帯での潜水母艦任務が割り当てられ、1916年5月7日にクリストバルに到着した。 潜水艦との作戦活動及び偵察、砲術訓練任務は1年に及び、1917年4月6日にアメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、チャールストーンは完全収益する。5月の初めにカリブ海偵察部隊に加わり、バージン諸島のセントトーマス島を拠点として、通称破壊に対する紹介任務に従事、その後海兵隊を乗せて、 ハイチからフィラデルフィアへ航海した。フィラデルフィアでチャールストンはフランスに向かう、初の海外派遣軍を運ぶ戦団の護衛部隊に加わり、1917年6月14日にニューヨークを出港、フランスのサンナゼールに向かう。6月28日に無事到着し、7月19日にニューヨークに帰還した。その後、ニューポートで海軍民兵及び、 予備役兵の訓練に2週間従事した後、8月16日にキューバのハバナに向けて出港。ハバナでは旧ドイツ艦をニューオーリンズに牽引する艦隊の監督任務に就く。その後クリストバルからバミューダに向かう船団の護衛を行い、続いてイギリスの輸送船団と共に巡航、ハンプトンローズの通行を護衛した。1918年9月び10月、 チャールストンは、ノバスコシア州へ向かう戦団の護衛を二度行い、続いて、巡洋艦、輸送艦部隊に合流、フランスへの占領軍の輸送及び本国への、機関兵の輸送を5度行った。チャールストンは1919 19年7月23日に、西海岸へ向けて、フィラデルフィアを出港し、8月24日に、ブレマートンに到着した。同地で1920年後半まで、 限定収益状態に置かれ、その後サンディエゴで太平洋艦隊駆逐戦隊の司令官機関となる。1923年6月4日までその任に従事し、その後ピュージェットサウンド海軍交渉へ向かい、12月4日に退役する。チャールストンは1930年3月6日に売却された。チャールストンの戦隊は水戦部まで剥ぎ取られ、 その後10月25日にパウエルリバー社に売却された。船体はカナダのブリティッシュコロンビア州にある同社まで懸念され、防波堤として使用された。船体はバラスト水が注入され、浮力を維持するため定期的に水が汲み出された。翌年、ヒューロンの船体が防波堤として加わった。1961年には、公天のためチャールストンは部分的に浸水し、船体は バンクーバー東北方のケルシー湾に牽引された。船体は浜に引き上げられ防波堤となり、今日でもその姿を見ることができる。ありがとうございます。